宝剣岳と扇状時期カール、急瞬なカール平気、平坦なカール帝が形成する U 字型の地形が確認できる。宝剣岳と扇状時期カール、宝剣岳と扇状時期カール、扇状時期カールは長野県駒ヶ根市と宮田村にまたがる中央アルプス宝剣岳の直下に広がる氷河地形。ふもとには通年営業の駒ヶ岳ロープウェイの扇状時期駅があり、 登山客の玄関口となっているほか、多くの一般観光客で賑わう。夏は多くの高山植物が咲き乱れるお花畑、冬は雪山の厳しさという両極端の姿を見せる。春にはこの時期だけティーバーリフトを設置し、洗浄時期スキー場が開設される。期間中はスキースクールも開設され、連休中にはスキーバッジテストが行われる。 宝剣岳周辺には、戦場時期カールのほか、脳外家カール、三の沢カール群など、大小の氷河地形が確認されている。戦場時期カールは中五諸国元島に位置する。典型的なカール地形であり、平坦なカール帝、裸井は壁からなるカール壁を持っている。カール帝の標高は2600メートルである。カール帝と下流に続く氷色や中には列の、 モレーンが存在する。青木賢人は、戦場時期カール及び脳外気カールのモレーンの堆積物に含まれる放射性ベリリウムを分析し、資料の多くが1万7千から19千年前であり、両カールが最終表記局早期に形成されたと推定している。また、それより古い5万年前には、洗浄時期、極楽平カールに源を発する氷河が、 現在ロープウェイ駅のある白イ平まで達していたという指摘もある。洗浄時期カール付近は夏は高山植物が咲き乱れる。小牧系層、品ン金梅、チングルマ、白山一芸、宮間から松が群落を形成し、特にカール上部の草地には品ン金梅は大群落を形成している。洗浄時期カールを含む基礎駒ヶ岳周辺の植物を調査した。 林武雄は38か96族128種を確認している。その地形から冬場にはなだれがよく発生し、1995年1月4日には登山中の6人が巻き込まれ死亡している。ありがとうございます。